こんにちは、Max です。今日は、中近東とウクレイン戦争の新しいニュースいます。しかし、その前に、私の新しい本、ダン、これです。これです。タイトルは、えっ、ー、と、アメリカ人が語る、アメリカが隠しておきたい日本の歴史。これは、そうですね、あの、アメリカの 性格、アメリカ人の性格の内容とかなんか、どうしてアメリカがいろいろなことを行います。それと、日本の近代歴史のことを書いています。で、これが文庫です。えっ、ー、と、2016年、この本出して、これはっきり、だいたい同じですよ。同じですよ。この本買いましたら、まあ、これまだ買わなくていいけど、でこれ文庫の方がもっと安くなって、もちょっとね、ちっちゃくなって、皆さん、 日本の近代の歴史とかなんかね、アメリカ人の性格のことを興味があったら、ぜひ見てください。OK。どうなってますねあの、中近東の方で。そうですね。あの、結構だんだん大きな戦争の道へ進んでいます。OK。でも、でも私は石田和也さんの影響3.0で、あの、アメリカが新しい部隊がいろいろ 中継の発見とかに。ジョールデンに101の空挺師団の方にあの行くっていう話もう発見するとかいうこと言ってましたけど、それがダメですよ。なぜかジョールデンの方が拒否。NO!NO! No. って言ってますよ。しかしねあの、空母の方向の艦隊が入っています。そうそうそう、空母が1隻ではなく、だいたい全てもう5隻から7隻ぐらい。もう我々の 空逐監督とか、重要監督なんか、あと潜水艦が、そういうグループで進むからね。で、あの、今、フォールの方、USS フォールの方が、キープリストーンの南西の方。あと次、アイゼンハワー。アイゼンハワー。で、これが、航海。英語で、レッドシー。レッドシーの方。なぜか、ロシアの方にさ、黒海の方、ブラックシーの方にね、あの、ビッグ31の戦闘機が巡回してる。 でそれ、金沢の極超音速ミサイルを持っているから、これ、とっても危険ですよ。とっても空母に危険ですよ。絶対アメリカ守ることはできないんですよ。だから、その、国会の方のレッジシーンの方が、その、金沢の距離、飛べる距離の離れてるんですよ。うーん、アメリカもちょっとね、しかしね、あの、イスラエル関係とかなんかね、あんまり影響できないんですよ。遠すぎて。本当に遠すぎて。 そうですね。あの、それがあと2隻の空母を発見するみたいなんですよ。全部で4隻。これ結構異常。結構異常。で、これ、イスラエルとか、ヘルプするとか、なんかね、私の考えでは、イスラエルとヘルプするより、やっぱりイラン、シリアの戦争で考えている。特にイランですよ。昔からアメリカはイ、イラン、イラン、イランとか言ってるからね、あの復讐したいとかいろいろ、これがチャンスで使うとか持ってるんですよ。 あの、一つね、アメリカの外交が本当に今回、平たくそう。全然、あの、エラブの国の援助を失って、昔ね、例えば、ソウジでも、ジョーリンでも、もうイジュクでも、アメリカの意、e、見があって、で、それ、なんとかイスラエルとかパレスチナ問題があったらさ、それが、裏の方でいろいろ交渉ができて、けど、今、全然アメリカはそれではない。実はソーー、ソウジアラビアの方は、深く相談してるのは、中国。中国。 で、中国とロシアが両方が解決はイスラエルが1948年の昔の国境に戻ることとかなんかね。で、それ二つの国ができるようにパレスチニアとイスラエル。でもアメリカがまずまずね、あの、ハマスが通ってる、ガザのハマスが通ってる人質改正改正改正とかなんかね。あの、それで、 あの全然話になってないんですよ。どっちも話になってないけどね。で、アメリカ、これもちょっと注意した方がいいですよ。ここなテロの,方の可能性あるんですよ。まあ、数人の,あの目立ってるユダヤ人がアメリカでクロされてますよ、実は。であの、結構アメリカの南の国境、メキシコとアメリカとね、もう自由に、もうバイデン政権に700万人入ってるみたいな感じですよ。だから、あのその中で絶対ハマスのテロの あの工作員はいるんでしょうね。いるんでしょう。考えられますよ。ね。18、もうこれらも18日、20日間、1日間ぐらい、あの空襲してるでしょ、イスラエルがガザーの方に。7000人ぐらい殺してるよ。で、だんだん最初の10月7日のハマスのイスラエル攻撃に、結構世界の、 気持ちが、ああ、いスラムかわいそう、大変だとかなけれあったけれど、今だん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 そのガーザの方のパレスティニンは大変ですよとかなんかね。で、そうですね、あの、私の,よあの推測ですけど、推測、これ。ハマースの戦士を人殺すためになんか10人ぐらいのパレスティニア人殺してるんじゃないかな。なで、7000人ぐらい殺してると半分が、半分ぐらい子供もですよ。 でわざと病院とか立ってる、まあまあ、本当にハマスもさ、病院の下になんかタノンをまほってるかもしれないけど、でも覚えてください。ハマスの戦士が地下のタノンにいるから、それで全てクロスとかなんかすごい難しいですよ。あの、これからどう解決なるか。アメリカがあのイスラエルの反撃を怒らしてるっていう話結構ある。なぜか自分部隊を 出したいな、これからパトリオットっていうのはあ防空システムのミサイルも出そうとかいいろろ言ってるけど、でも全然ダメですよ。もう意味がない。本当に意味がない。で、ちょうど昨日もね、あのシリアにあるアメリカの基地と、あとイラクの基地があの、ドローン、あの、無人飛行機で攻撃されたドローンかミサイルか、で22年のアメリカ兵が怪我になったけど、死亡人とは一人ないけど、 あの、今日あの話聞いて、シリアにどっかの武装勢力グループに攻撃したっていうか、アメリカ空襲したっていう話あるけど、ちなみにその軍機がカタールから、カタールからリークス、カタールもアメリカ基地がありますよ。どこでも基地あるどこ,ど,こどこも基地ありますよね。まあ、あの大きい戦争になるとかなんか、可能性が大。 でアメリカがイランに攻撃すると海軍の部隊があるけれどあの陸の方はないんですよ。1つ2つの資料全然足りない。もうどこか上陸するためだったらさ10万20万の兵士が必要だからさアメリカその兵士いないんですよあの。北のところから引っ張れるとかなんかいあちこちあの出してるからねあの全部集中するでも。 イランと戦争になりません。イランと結構広いし、あと、イラン軍も強いし、それと、海軍関係のことはね、ペルジャワン、ペルジャワンではねあのい、あの、イランの海軍も強いんですよ。あの、ロシア戦のキロクラスの潜水艦も持ってるし、数隻ぐらい持ってる、すごくうまいんですよ。それと、ちっちゃいの、モーターボートみたいな、あるんですよ。その、 そうですね。あの、10メートル、15メートルぐらいのもとボって、全部ミサイルを運んでる。300個ぐらい。だから、私の考えでは、もしアメリカがなんかイランに空襲とかなんかするんだったら、イランがペルシャワの閉鎖。クローズ。で、石油転ンも来なくなる。それも日本もすごく困りますね。うちの石油が全部、そちらから来てますからね、今ね。困りますよ。 で、アメリカはそのことについて話しないんです。話しない。考えてない。ただ、大昔からイラン、イランで復讐したい。これが1979年の革命でシャア、アメリカが作ったシャアを落として自分の政府を救ったんですよ。属国から独立国,国になったんですよ。で、それをアメリカ人に許しません。だから、イラン、イラン、イランとかなんかね。でも実は、ハマスの あのウルの方はイランではなくカタール。カタール。複雑ですね、本当に中近東の政治ですね。OK。っていうことが、だんだん大きい戦争をやろうとしてるけど、これ、アメリカのためにうまくいかない。あの、中近東ペルシャン1の方にあのもしなんか戦いがあったら、これは結構アメリカ軍艦も失うし、で、あの世界の石油が止まる。っていうことが、可能性大です。 OK。ウクライニアはどうなってるんですか全然ウクライニアがうまくいっていません。うん。あの、今、アディーフカという街で、あの、こういうな、あの、戦いがやってるんですけれど、あの、結構兵士失ってる、失ってる、ロシアがだん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 、あの、囲まれなってますよね。ちなみに、ウクライニア軍、今ね、4割ぐらいが女性。で、それ、砲兵の仕事もいろいろやってるんですよ。 男性も耐えないからね。もういくら頑張ってるんでも耐、ね、えない。で、最近ね、一つねあの、空軍の方すごくやられてる。2週間間で、ミグ29の戦闘機が17機落とされた。あと SU-242 機、SU-253 機で、これがあの全部爆撃機とかなんかね。あとヘリとかいろいろ落としてるとかなんかね。なぜか、あの、ロシアのミグ31が すごい強いレーダーがあると、国会で巡回するでも、ウクラニア全土、全土を見えるみたいな感じで。で、それで、あの、うまく連絡取ってとかなんかね、あの、ミサイルが来るとかなんかね、で、パイロットも全然それ分かってない、新しいなんかね、あミサイルあるみたいな感じでしょ。国旗から飛行機へ撃つのミサイルね。で、アメリカが、アタカムスと、アタカムスときに言うな、陸軍の あの巡回ミサイルがね、実は渡すかどうか、渡すかどうか、バイデン大統領がいや渡せないとか、いろいろ言ってる、そしてでもちょっといつか渡すとか、実は渡しました。で、ウクライナ使ったんですよ。これすごいアメリカの進んでるミサイル。で、18本あるロシアの基地に撃てたんですよ。3機しか立てない。15機が落とされた。 だからもう、ロシアの防空システムがすごいんですよ。で、その3機を立てて、そんなに損害されてないんですよ。だから、あのー、全然、いい話しないんですよ、ウクライナもね。まあ、中近東は英語で言ってたらさ、はっきり、パウダーケーク。パウダーケーク。パウダーケーク。パウダーウルがさ、昔に味で、アメリカ独立戦争ぐらいの時に、あの、爆発物。で、ケークはたる。 そパウダーケッグっていう意味が、中近東が、いつも大きい戦争、大きい戦争になる可能性ある。ロシアと中国が一応、その緊張感を落とせるとかなんか努力してるみたいですよ。しかし、アメリカが、あの、ニオコの中で、これがチャンス、チャンス、チャンスと思ってる人もいるから、これちょっと怖いんですね。怖いんですね。しかし、アメリカが、あの、そうそう、あの、絶滅的な戦争はイランに対してできない。核戦争のみ。 普通の空襲するとイランにそのに損害にならない、その影響にならない。ただ、起こるだけ。普通の人を殺します。それだけです。まあ、いい話は、やっとアメリカが議会の方に、下議会で議長決まりました。議長決まりました。彼がトランプ支持者ですね。あの、マイク・ジョンソンって言うとね、結構右派の議員で、なんかやっと議長がある。だから何がこれ大切か。 議長は大統領に3番目。もう大統領。で、大統領なんかあったらさ、副大統領はすぐ大統領になる。で、大統領と副大統領両方何かあったら、議長です。下議会の議長です。そう。で、これが、あの、3番目の方が今、マイク・ジャンソン。アメリカ全部で14番目まで決まってますからね。そういうな、なんか災害とかなんかあったらね。まあまあ、OK。今日はここまでです。 で、like ボタンを押して、それと、あの、登録してね。よろしくお願いします。